北九州市議会は、福岡県の政令指定都市である、北九州市の議会。2021年2月15日現在。自民党は、無所属で当選した7人の内矢端西区で、当選した1人を選挙後に追加公認したものの、2015年、北九州市長選挙によるいざこざで会派を離れその後、引退した現職の後を継いだ息子で、選挙の当事者が、会派に加わらず、 当選時は一人会派を結成した。公明党は初の第二会派となる。これにより、副議長は公明党の定席となった。市民の会は、前回選挙で旧民らの投稿人として当選した二人による会派。2018年、ハートフル北九州の社民党議員が、党除名処分を受けたことにより、北九州市議会から社民党議員はゼロとなった。 2019年1月、共産党市議が県議会選挙に立候補のため辞任。共産党は議席を減らし決員1名となった。2019年4月、統一地方選挙と同時に北九州市議会議員選挙が行われ、2017年選挙では2年以上議会を欠席して約3100万円を受領し、批判を浴び落選した自民党議員が当選した。 2019年5月、自由民主党会派が自由民主党、無所属の会議員団と自民の会に分裂した。会派の運営手法をめぐっては、同世代や若手の議員らに不満がくすぶっていたことや、さらに6人いる4期の議員らの議長の座をめぐる、思惑も絡んだものと言われている。公明党は自民党会派が分裂したことにより自民党会派と並んで第一会派となった。 2019年6月、会派、希望と未来は、会派名を、村上里子に変更した。北九州市議会の選挙制度は、各行政区を選挙区とする中選挙区制である。数字が、太字のものは、現行定数。ありがとうございます。